はい、こんにちは、金チャンネルです。今日は、美濃山高円寺に来ております。この時期というと桜の時期、早速ですね、高円寺の中に入っていきたいと思います。立派だな、めちゃくちゃ立派だね、これすごい大きいよ。思ったより桜は咲いていて、満開っていう感じですね。満開だね、これね。この杉の木だってすごいんじゃない、これ300年ぐらい経ってる。男坂、で女坂があります。南部実長公銅像、南部町の南部だ。はい、今からこの階段をずっと登っていきますけど、これすごいね。上の方まで何段あるんだろう。うわ、だいぶ上まであるね。これ結構一段一段が高い。あ、何段か数えるの忘れた。71、72、73段。シャガの花が咲いてます。82、84、85、286、数え間違いがなければ286段です。しだれ桜。日光の東照宮みたいなね、なんか模様が入ってる、この五重塔。桜。
なんか縁起いいね、これ近所にいいね。なんか真っ白で、こんなところに三つ綿があるなんて。はい、ゆいの桜えびしらす直売所にやってきました。早速中に入って